お主のことはよく覚えているぞ。死んだと聞いていたが、一体何を企んでいる？フクロウよ。企むなど滅相も。さあ、我と共に参りましょうぞ。このフクロウは巫女様の尊いその恩地をお守りしたいだけにございます。お主も流因に見入られたか。話すことはない。去るがよい。相すみませぬが、懐かしきこの眺めをもうしばし堪能したか。満足しましたら帰りまする。生きておいでだったとは。計りごとよ。お前こそあの世死んだと思うておったがな。巫女様のお力にて死人より帰りました。それよ。はわしはあの巫女の力を流因を手中にしようと思う。ですが。分かっておる。第一の掟により父が命じる。主を捨てよ。今よりあの巫女はお前の主ではない。巫女様を捨てる。そうじゃ狼よ。父の言葉に従い巫女を捨てよ。御意。父の言葉に従い巫女を捨てる。それでよいのだな。はい。起きては絶対主よ、巫女を捨てまする。それでこそわしのせがれよ。これで我が波動もこれはこれは物騒なお客人じゃ。だが道元殿のご息女と争うては今は亡きあのお方に申し訳が。たたん。ほう、なかなかどうして。狼よ、そなたに任す。見事打ち破ってみせよ。御意。私はかつて修羅を見ました。あなたの中にも同じものがいる。それを切らねばなりません。参る。
修羅を野放しにはできぬ。セキロよ、お主、愛想はまるでないが、不思議と憎めぬやつじゃった。さあ、修羅に落ちる前に切ってってやろう。再び修羅を切ることになろうとはな。セキロ、
赤炉よ、切ってやれぬか。待たせたの。だがこちらの守備も上々じゃ。しかし老いたりとはいえ、あの一心に勝るとは。さすがはわしのせがれじゃの。これで全て我が手の中よ。アシナもナイフどももこの国ごと食らうてくれるわ。我薄い右近じゃえ。兵士、民草合わせて死者数千、生き残りはほとんどなし。アシナは戦国最も悲惨な殺戮の舞台となり、その地には後々まで鬼が潜んだという。